チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの昼ご飯はおろしすだちうどん。では食べましょう。生醤油だけ、生醤油とうどんのね、要はね、醤油うどんやねんけども、これにおろしすだちを入れてみてんけどね。さあどうでしょうか。味どう、いけてる？いただきます。コシ強っ。ナチが効いてね、めちゃくちゃ美味しい。美味しいね。やばいぐらいコシが強い。生麺っていうのかな、でねんけど、やっぱりね、乾麺のうどん、讃岐うどんも美味しいんだけど、コシが全然違う。だしがうまい。ちょっとね、おろしが合うわ。うどん大好きね。美味しいな。結構ね、このもうほんまシンプルにすだちを輪切りして、大根おろし乗せて、で醤油、生醤油で食べるっていうどんやねんけど、めちゃくちゃ美味しい。こういうね、シンプルな、うどんはね、うどん自体がシンプルやから、こういうシンプルなうどんがやっぱ美味しいね。やっぱりぐらいコシ強いな。このうどん美味しいな。
私自分でうどん売ったんよね。美味しかった。何で、ん、何で売った、あれで、うん、AK47 で小麦粉こねてな、足でふみふみしてな、ああいううどんにしてる、足でふみふみしたやつ食べさせたって、はい、ね、はい、めっちゃふみふみしたな、かったいかったいうどんできて美味しかった。ね、今ないない、今と変わらんぐらい、この頃むきちゃんとね休みの日には一緒にされてそんなの作ったりな、いろんなことしてた、楽しんでた、うん、子供やってん、ちっちゃかったやん、2歳とか3歳ぐらいちょうだか、うん、ほんまにね、何でもない日常楽しくやってる家族やったんよ、うん、ほんまにね、あの、なんていうのかな、パスタ売ったりね、いろんなことしてね楽しんでた、うん、ね、料理も一緒に作ったりねしてたんよ、うん、としたことで家族の幸せって崩れるねんなって思ったわ、うん、そんなにロードじゃないけど何でもないことが幸せやったんよね、うん、まあ今もね子供と何でもない、こういう会話、これが幸せの時間やけどね、うん、完食しました、あー美味しかった、うん、今度ねスダチを買ってきてやってよ、よかったわ、うん、また、スダチ買ってこよう。もう、スダチのね、絞り汁使ってんだけど、やっぱり生スダチは違う。うん。で、こうやってね、もちろん絞り汁でもいいねんけど、あれは 100% スダチの絞り汁やからね。でもいいねんけど、やっぱり、本物のスダチをね、うん、乗せて食べる。美味しいね。はい。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯は、おろしすだちうどん、おろしすだちうどん、さぬきうどんの生麺でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。では、またね。バイバイ。めっちゃ美味しかった。